あなたは知っていましたか？ドイツからライセンス生産している潜水艦の軍事機密をあっさりテレビで放送したことを。やっぱり韓国ってどうなってるのか詳しく見ていきますね。ドイツもやっとわかったようですね。遅かった。韓国が潜水艦の調達に乗り出したのは比較的遅く、従来から半島国家であり分断国家として北朝鮮と地続きの同国にとって従来は優先順位の高い兵器ではなかったことがうかがえる。それでも潜水艦の取得を推進し始めた韓国はドイツの209型通常動力型潜水艦を調達することを決め、ドイツ本国製の一番艦ジャンボ号を1993年に就役させた。これによって韓国でジャンボ5級と呼ばれることになった同シリーズは、2番艦と3番艦がドイツ製のパーツを韓国内で組み立てる形をとり、以後4番艦から9番艦までをライセンス生産した。ジャンボ5級は水中排水量1285トン、全長56メートル、全幅 6.2 メートルの小型艦であり、機関部にもオーソドックスな鉛製蓄電池とモーター、ディーゼル機関が採用されていた。一応、ジャンボ5級で潜水艦建造の基礎を学んだ韓国は、次に同じく、ドイツの214型潜水艦を1番艦のソン・ボニルから合計で9隻のライセンス生産を行い、さらにその事業を固めたと考えたようだ。ソン・ボニル級は水中排水量1860トン、全長65メートル、全幅 6.3 メートルと若干ジャンボ5級よりも大型化はしているとはいえ、やはりサイズ的には小型艦の枠に収まる寛容だったと言える。ソン・ボニル級は燃料電池による非待機依存推進を備えている点が最大の特徴ともいえ、韓国以外でもギリシャやトルコ、ポルトガルへも輸出された商業的には成功を収めた潜水艦だ。ただし、ソン・ボニル級には、そのセールスポイントであった燃料電池の不具合がたびたび発生するなどしたほか、スクリューをはじめとする騒音の問題もあり、韓国側の工作制度を疑問視する声もある。韓国は、ソン・ボニル級のライセンス生産は許可されたものの、燃料電池を含む非待機依存推進部分の第三国への提供までは許されておらず、これが後のインドネシアへの潜水艦輸出で露呈することになった。こうした流れを経て、韓国はそれまでのチャンボ5級、ソン・ボニル級、つまりドイツの209型および214型からの建造技術の習得を行った結果として、土産アンチャン補給を国産潜水艦と銘打ち建造を開始した。この島山康正弘土産アンチャン補給も、韓国が主張するような純国産化といえばそうではなく、韓国内に招いたイギリス企業の人員によって設計が行われるなど、100% 完全な国産化は果たせていない。このように、
韓国の潜水艦建造はドイツの技術によって進められてきた状態であるが、韓国内のテレビニュースで建造中の潜水艦の断面がはっきりとわかる映像が報じられたことがあった。わかる人間から見れば、その断面の構造から潜水艦自体の仕様や性能が類推されてしまう恐れがあるため、多くの識者が韓国の軍事情報の取り扱いの仕方に多くの疑問を投げかけた事件だった。個人的には、韓国の第一の仮想敵国は言うまでもなく北朝鮮だが、それに対峙するには近代的な潜水艦など不要であり、単に潜水艦で先行する日本に自国も負けていないと誇示したかったゆえだと感じる。さて、島山康政宏、土産アンチャン補給だが、第一玉であるバッチ1は水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルと、従来よりもかなり拡大、通常動力型潜水艦としては、大型な領域に入った。それでも、海上自衛隊の毎級双竜型と比較しても、まだ小さいバッチ1に韓国が盛り込んだのは、533mm 魚雷発射艦8門と VLS 発射筒6機という驚きの重兵装搭載だった。ここで韓国の土産アンチャン補給を見て明らかだと感じられるのは、敵の潜水艦を含む艦艇を自国の領海から駆逐するための潜水艦ではなく、対地攻撃能力を獲得することが目的の艦だということだ。さらに、土産アンチャン補給のバッチ2では、全長、排水量を拡大し、533mm 魚雷発射艦8門は、同様だが VLS 発射筒は、10機まで増加する。計画であるといい、その傾向を強めていることが明白だ。これだけでも、日本を仮想敵国として意識し、国威の発揚を狙っているとしか思えないのだが、最終型となる予定のバッチ3では、機関部にも原子力推進を搭載したいと表明している。これには、さすがにアメリカも良い顔をしていないように見えるが、そもそも、通常動力型潜水艦の運用すら軌道に乗ったかどうかも怪しい状態で、不確かな新機軸を唱える態度には並行する。土産アンチャン補給がその VLS 発射筒に搭載すると予測されているのは、地対地用の玄武 3C 巡航ミサイルを潜水艦用に転用したものであり、最大射程距離がおよそ 1500km に及ぶとみられる。このおよそ 1500km の射程距離があれば、韓国沿岸部から日本列島全体を攻撃圏内に収めることが可能であり、まさに韓国の狙いもいつでも日本を攻撃可能な状態下に置くことだと想定される。韓国ではこの状況を正当化するために、日本が竹島を奪還しようと、軍事行動を起こすこと唱える一派があるようだが、ここまで一方的に、仮想敵国を想定する事例を過分にして聞いたことがない。